よーし。じゃあ母さん、行ってくるよ。うん、圭一、ちょっと待って。ぎゅっ、うわ。それは？米袋よ。見てわからない。いくらあなたのお祝いでも、ただ招かれるだけじゃ失礼でしょ。だから、これ、持っていきなさい。ちょ、これって。こんなのどうやって持っていけってんだよ。俺自転車なんだぞ。平気平気、あなたの自転車のカゴならちゃんと入るでしょ。ああ、袋三重にしてるから破れる心配はいらないわよ。シャキッとしなさい、シャキッと。委員長でしょ。じゃあ行ってきます。車に気をつけるのよ。遅いよ、ケイちゃん。委員長は先に到着して待ってるもんでしょ。お前の時はどうだったんだよ。過去は振り返らない。前を見なさい、前を。あれ、ケイちゃん、その前かごの袋は何？え、お米？国産最高級米？すごい量だね。すごいすごい。言うな、何も聞くな。ケイちゃん、別に気を利かせなくてもいいよ。ケイちゃんは主賓なんだからさ。それにご飯も多めに準備してあるから大丈夫だって。いや、そういうつもりじゃ。まあ、いっか。それじゃ、早く行こうよ。みんな待ってるからさ。おう、盛大に食うぜ、飲むぜ。大勢でバーベキューなんて楽しそう。なんだかワクワクドキドキだよ。ミオン、今日のパーティーはフケも参加なのか？うん。バーベキューだと火を使ったりするから大人同伴でなきゃ後々面倒でしょ。だから君吉のおじいちゃんにお願いして人を集めてもらったんだ。君吉のおじいちゃんって村長さんか？へえ。
ケイちゃんなら。今はともかく何年かすればきっと鶴の一声で人が集まるようになるって。始まってるみたいだよ。早く行かないと。始まってて、あれ？主賓が来てから始める約束だったはずなんだけど。ミオンさん？おう、サトコ。さすがに早いな。ごめんごめん、遅くなって。ケイちゃんがさ、それどころではございませんわ。とんでもびっくりに大変なのです。どうしたのさ、二人とも。なんかあったの？そのセリフはリボンとのしをつけてそっくりお返しいたしますわ。さとこ、リボンとのしは和洋折衷すぎて合わないぞ。そうだよ、さとこちゃん。のしをつけて縛るのは水切りって紐で。何をのんきに冠婚葬祭の一般常識をお話ししてるのでございますの。そんな話をしてる場合ではございませんわ。とにかくミオンさん、ちょっと来てくださいませ。え、ちょっとそんな引っ張らないで。ケイチも来るのです。え、俺も来なければ一生後悔すると思うのです。は？これはどういうことなんだろう、太郎。亀田君がここに。いや、今日は K を祝うパーティーが開かれるとファイターズの連中から聞いて、心の友としてはぜひとも総出で出席しなければと駆けつけたわけっす。それだけの理由でか。いや、実は今日デザートフェスタだったらしいんだけど、こっちのお祝いの手伝いのため突然中止って言われて、そりゃもう暴れて騒いで泣いてわめいてすがりついたっすよ。言ってて恥ずかしくないか。そしたらオーナーさんの計らいで場所をこっちに移してくれることになったなりよ。さすがは我が心のふるさとの親分なり。にょりーん。普段の可愛い店内でハーハーしながら見つめるのも背徳感があっていいにょりが、明るい屋外で見るのもまた格別の果実にょりよ。しかも景観のいい場所で食べるケーキもまた格別でござる。安心してもいいでござる。自分たちの出したゴミはきちんと持ち帰るでござるよ。自然に優しく、自分に厳しく、エンジェルモートに魂を捧げたもののノブレス・オーブリッジなんだな。神社は公共の場所なのです。だから
みんなのお庭にしようなのです。いいのか、リカちゃん。でも、やっぱり遠慮したい人たちもいるのです、ミー。にしても、ケイちゃん、心の友って。心の中の存在、つまり妄想の虚像だ。よって、そんな友は俺の世界には存在しない。でもいるじゃん、そこに。にしても、ものすごい数でございますわ。村の半分以上の人間がお集まりになってるのではございませんか。うちわた流し並みのお祭りなのです。ここだけじゃないのです。集会場もひなみざわの大人たちでいっぱいなのですよ。そうなの？おいミオ、これはいくらなんでも集めすぎじゃないか？ケイちゃん甘いよ。クラス委員長が変わるなんて、私が学校通うようになってから一度もなかったんだからね。だからこれくらいの規模のお祝いは当然。本当に？と言いたいんだけど、確かにこりゃ変だね。おかしいなぁ。君吉のおじいちゃんにはバーベキューを手伝ってくれる大人を集めてってお願いしたんだけどな。君吉も来ているのです。ほら。ミオンちゃん、ようやくお出ましかい。悪いね、勝手に先に始めちゃってるよ。町会の連中、早く飲ませろってせき立てるもんだから。おお、この子だね、ミオンちゃんの意中の彼ってのは。あ、どうも。意中？いやいや、さすがにミオンちゃんが見込んだだけあって、なかなかの面構えだ。こりゃミオンちゃんのお父さんを超える男になりそうだな。よろしく頼むよ、前原圭一くん。あ、よろ。あいただ。意中ってどういう。いやいやいや、照れなくてもいいよ、前原君。ミオンちゃんの思い人ってことは、もう村中の人間が認めていることなんだからさ。はあ、ちょっと待って、おじいちゃん。ケイちゃんは そんなんじゃないって。分かってる。みんなまで言わなくても、おじいちゃんはちゃんとミオンちゃんのことは分かってるから。だから違うって。それよりも、この騒ぎどういうことなの？どういうこととは？確かにケイちゃんのお祝いだから大人の人に手伝ってもらいたいって言ったけどさ、こんなに人集めて村上げて大騒ぎしてって言った覚えはないんだけど。
当たり前じゃないか。今日はめでたい日なんだから。ミヨンちゃんのね。え、何言ってるの。めでたいのは私じゃなくてケイちゃんで。同じだよ。今日はミヨンちゃんが将来の伴侶を見つけたお祝いなんだから。伴侶って何なんですの。それはですね、伴侶どこでそんな。え、違うのかい。ミヨンちゃんプロポーズされたんだろ。みーちゃん、何か言って。黙ってじゃ分かんないよ。落ち着け、レナ。それだと話したくても話ができない。息もできない。レナ、やめるのです。ミーが幽体離脱しかけて、焦点直前なのです。無様ですわね。たたりなのです。成仏するのです。ナムー。勝手に殺すな。いいか分かんなくて。とりあえず笑うのだけはやめてくんない。それにしても知らなかったですわ。そんな超巨大プロジェクトが水面下で進行していたなんて。ケイチもミーも水臭いのです。僕たちにだけは打ち明けてほしかったのです。俺だって知るか。初耳だ。なあミオン。私そんなこと一言だって言ってないよ。そもそもミオンさん、村長さんにこのパーティーのことをどのようにお伝えになったのでございますか。いや私は別に。いいから思い出せ。そして一字一句再現してみせろ。え、
おじいちゃん、今度の日曜にみんなでバーベキューパーティーを開きたいんだけど、協力してくれないかな？パーティー？そりゃ一向に構わないけど、何のお祝いなんだい？うん、やっとさ、やっと見つけたんだ。私のすべてを任せられる男の子をね。なんかおかしかった？私、言い方間違ってた？まあ確かに意図は間違ってはおりませんが、聞き取りようによっては力いっぱい勘違いしてしまえる内容なのですよ。本当に空気読めないんだね、みーちゃん。それでね、せっかくの園崎家当主の婚約とあっちゃ、村を挙げてお祝いしなきゃ体裁がつかないって町会の大人衆が言い合ってね。もちろん御三家としても。ちょっと待って、この話がばっちゃんの耳に入ったら。え、もう知ってるよ、お嬢さんは。今度二人で遊びに来いって、ポン島で迎えてやるって意気込んでたよ。そういう割にものすごくご機嫌だったけどね。なんせ前原君は今や村一番の有名人だからね。聞いたよ、今度の祭りでもいろいろやってくれるんだって。楽しみにしてるよ。それよりも話が飛躍しすぎでは？そりゃまあ、ごく一部の人は早すぎるんじゃないかとは言ってたけどね。今時の若い子のトレンドだと普通かもしれないって意見が出たら丸く収まったよ。それにこういうめでたいことは村の全員で雰囲気を盛り上げることも必要だしね。しっかりやりたまえ、前原くん。日並沢の町会は君たちのことを応援するぞ。みお、お前からも何か言って。なっ、ツンツン、立ったまま KO されているのです。みーちゃん。あ、おじいちゃん、向こうで牧野さんが呼んで。あれ、こんにちは、お兄さん。ご機嫌いかがですか？しお、てめえ。あれ、違いますか？お姉のご亭主様なら、私には義理の兄でしょうに。
おじいちゃんたちに言って。これ誤解、間違い、みんなの勘違いだって。え、そうなんですか。そうに決まってるでしょ。あんた分かってるくせに。おかしいな。この前パーティーの企画してた時はケイちゃんのことベタ褒めでラブラブ光線乱れ打ちって感じだったのに。ラブラブ。それ、人に物を頼む態度ですか？ちょっとショックですね。うん、お願いします、シオン様。これまでの無礼はヒラに謝りますから。どうかあなたの口からみんなに誤解だって説明を。いいじゃないですか、楽しければ。それはあんたたちだけでしょうが。まあ言ってみますけどね、多分手遅れですよ、もう。は？向こうの集会所、今どんな話題で盛り上がってると思います？生まれてくる後継ぎが男か女かで誰が名付け親になるかって話ですよ。あ、後継ぎ？ケイチ君とミーちゃんの赤ちゃん。まあそんなに心配しなくても、みんな冗談半分ですし。半分本気なんじゃないか。あとですね、母さんと父さんももうすぐ来るみたいですよ、花婿さんを見に。花婿って、俺にか。じきじきに見分してやるって。気をつけてくださいね、ケイちゃん。うちのお父さん、園崎組の親分さんだから。頑張ってくださいよ。応援してるのか、脅迫してるのか、どっちだ、お前は。大丈夫ですよ、ケイちゃん。私が二人にはちゃんと説明しておきましたから。ちゃんとね。あんた、なんてこと。当然の報いです。私をカレー事件で命の危機に追い込んだ天罰ってことで。そりゃそうです。竹を割ったような性格と呼ばれるよりも、むしろ餅をついたような女と呼ばれたい。それが私、園崎紫苑。自分で言ってると世話ないのです。だいたいこんな面白いネタ沈めてもしょうがないでしょ。火を消すくらいならガソリンぶっかけて火の海にした方が、そりゃもう爽快ってやつですか。ケイちゃん逃げよう。
はじゃないでしょ、状況わかってる？このままだと私たち今日は一日中酒の魚にされて、明日からは公認のカップル誕生だよ。ってば。おそうだな、悪いレナ、今日のパーティーは延期ってことで。行くぜミオ。行こう。すみません。いえいえ、相も変わらず落ち着きのない子だね。ミオン。あ？あんたが前原くんかい？私はミオンの母親やってる園崎茜さ。これからはお母さんって呼んでいいからね。